オルドカンバ AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、28日からとあるガチャが来るというわけで、そちらについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、一応ね、28日から孫悟空のガチャが来るってなってますね。画像出てましたが、そちらの方が実装されるというふうになってます。ジジイだもんな。ジジイのガチャやもん。このね、中国史実系のガチャっていうのは大抵、補給勲章のガチャなんで、これも補給かな、みたいな、ふうに思いますね。はい。一応ね、スキンの方まとめていこうと思います。まずこちらですね。はい。車の方があるっていうふうになってますね。これ、総人なんちゃらって書いてるんで、クーペなんかなっていう。いうふうに思いますね。クーペスキンの方が出るっていうのと、こんな感じでね、孫悟空の副スキンがあるっていう。1ってついてるんで、拡張あるんかなっていう、あれですよね。あとは、キントムでですね、飛行服のスキンですね。落下傘って書いてるんで、傘。つまりはパラシュートの方かなと、いうふうに思います。で、あとは、カーの方ですね。カーのスキンと、RN94 ですね。RN94 いらんだろう。と、M4 の方ですね。3つともテイスト同じですね。拡張した時の、見た目が結構気になる感じのスキンですね。荒野行動でやっぱり、あれですよね。白金映えないよね。いつも思うけど。はい。と、これは浴槽って書いてるんで、ウィングスキンなのかなっていう、マントの形をしたウィングスキンみたいなのが出るっていうのと、あとはですね、如意棒の方、こちらの方が、出るっていう風になってますね。以上がスキンっていう形です。まだその、補給勲章か、栄光勲章か、金券のガチャかってのは分かってないです。分からないですね。ですけれど、一応そういったガチャの方出るという風になってますので、楽しみにしていきたいところかなという風に思いました。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね。最近はログインするのもしんどくなってきたと。ね、ログインボーナス系。今月多かったっすよね。はい、限定金券のやつで。多かったですけれど。そのゲームが、いいゲームで、報酬がうまいけれど、自分がする余裕がないから、ログインボーナスだけ受け取っておこうみたいな。たまにすると面白いゲームだけれど、ずっとするゲームではなくて、ただ報酬がうまいからとかやったら、結構良かったと思うんですよね。そういう楽しみ前提で、報酬があるからとかやったら良かったんですけれど、荒野行動の最近のログインボーナスっていうのは、義務になってますよね。やらなければいけない義務みたいな。とりあえずログインしとかんといけんよな、みたいな。ログインしとかんといけんっていう風に思わせてしまったら楽しくないっすよ。そういう強制感ってのは出た瞬間、人間って、楽しくなくなってくるっていう風になってるんで、宿題とかもね、強制されてやりなさいって言われたら絶対したくないわけじゃないですか。ですけどやっぱ自分から進んでするときってのは、自主的にね、ちょっとしとこうかなってなったときってのは、自然と宿題とか終わるわけで、そういうやらなければいけないっていう風にですね、思わされてしまった、周りからのその影響で思わされてしまった瞬間、やっぱりですね、どんなものも、うまくいかなくなってきますよね。今自分仕事してますけれど、個人事業主として仕事してますから、すごい楽しいです。マジで。はい。自分のやった分だけ、成果になってお金がもらえるってのはすごい楽しいですけれど、会社勤めでしょった頃は、やっぱりですね、周りに言われて仕事をするっていう、言われたことを言われて仕事をするっていう。もちろんその中で自分で仕事を探してするってことももちろんするんですが、基本的に自分が事業主じゃないんで、もらった仕事しかできないわけなんですよね。もらった仕事の中で、プラスアルファをするのか、新しい仕事をするのか、新しい仕事を作っていくのかってのは大事なんですけれど、基本もらった仕事の中の範疇で動く形になるんで、やっぱ楽しくはなかったっていう。言われてすることが、めちゃくちゃ楽しくないっていうのは、どんなことでもそうです。ゲームでももちろんそうなんですよ。で、次ですね。MMA は喧嘩よりだってコメント見たけれど、喧嘩というのは技術よりも先に感情が入り、技術力を下げる。スポーツというのは技術力を高めるために冷静さを保つことだと思っている。試合前のパフォーマンスはあくまでパフォーマンスでなければいけない。パフォーマンス以上は必要ないと。僕は格闘技わかんないんで、MMA、総合格闘技、格闘技全般僕全くわかんないですね。興味がないっていう。別に嫌いではないですよ。嫌いではないですけど、野球しか興味ないですもんね。僕野球全振りなんで、サッカーすら分からんすもん。野球が分かりすぎるから、他のスポーツあんま見ないんですよ。総合格闘技ね。この間もメイウェザーのね、試合の時に、花束を落とすみたいなことしよった人とかおったっすよね。話題になってましたけれど。格闘技もいろいろ盛り上がってていいですよね。はい。ただ僕は見ないっすよね。もう全然分かんないっす。はい。昔の DDT の、試合前の会見とかは好きだったっすよ。めっちゃふざけとったんで。で、次ですね。ワンピー付近の雑さ、ガチャだけに特化したアップデート、コラボレジャー、ガチャに期待できないこと、結果改善よりも回復になる中で、チケットなるの多様化でチケットや勲章の使い道を外して差別化しすぎたことをぶっちゃけ積んでいると、荒野行動はそうですね。今年は特にワンピースコラボレーからめちゃくちゃひどいですし、今年入ってから金欲しいだけなんだなっていう、そういう運営の思惑が見えると、普通にプレイしていてもそこを感じる人ってのはすごい多いと思いますね。僕の動画を見てなくてもですね。運営の思惑とかさ、いろいろ皆さんね、思う部分であると思いますけれど、第一にさ、このゲームでそのこと考えます？運営の思惑みたいなね、普通にゲーム楽しいなみたいな、わあ今勝てんかったなとか、今
勝てて嬉しかったなとか、これゲットできてよかったなとか、そういうこと考えるでしょ。ゲーム本位とか、ゲーム中心で考えるんですよ。なんか運営の思惑とかね、会社の思惑とか考え出した瞬間ダメっすよね。ゲームは面白くなるんです。そういうことをユーザーに考えさせてしまうような運用している時点でダメですね。ゲームという存在をアウトプットするプロフェッショナルじゃないといけないんですよ。ゲームを作る人間っていうのは。まあ、そこでですね、まあ、ユーザーが楽しめる要素っていうのを欠けてしまって、欠損させてしまってからですね、そういうなんか思惑とかユーザーに考えさせてる時点で、プロじゃないっす。ゲームを作るプロではありません。運用できてないっす。うまく進めることができてない。ゲームの設計もできてない。ゲームをどうやって楽しませるかっていう設計もできてない。プロじゃないっしょ。どう考えても。まあ別にゲーム今後もネットエースゲームズが作ることに僕は何の文句もないです。まあ声コードを運用していくことにも何の文句もないですけれど。ただまあプロじゃないんだなっていうふうに思いながら僕は見るだけですね。で次ですね、ギリラさん飽きてきた。もうサービス終わりかなと。まあ声コードって、その、例えば別のゲームとかやったら普段するゲームが楽しいからそういうギリラっていうのも面白いねっていう大会とかね。まあ、大会とかギリラっていうのは、まあそのメインの要素に付随したあくまでプラスアルファなんですよね。例えばメインストとかもそうですけど、メインストはそのバトルロワイヤルモード、まあ通常戦闘が面白いからこそ、まあ、成り立つ、まあ、レジャーみたいなモードっていう、あくまでメインストも本筋のそのバトルワーがあるからこそのプラスアルファ要素なんですよ。なんですけれど、プラスアルファがメインになってますもんね、こういうこと。だったらまあ難しいよね、普通に。長続きはどう考えてもしないもん。そういう形になってしまった瞬間ね、絶対しないんですよ、そういうのって。まあゲームに限らずですね、どんなものでもそうですけれど、もともとそのメインのものがあって、まあ、プラスアルファ要素ができて、プラスアルファがメインになった瞬間ダメです。そのゲームの中心がなってないんでうまくいきません。これどんなものでもそうですね。違う楽しみ方をされてしまった時点で、もう終わりなんですよ。で、そのプラスアルファ要素をメインって捉えて、ね、シフトすることっていうのは、まあ、これはもう握手ですね。どんなコンテンツでもそうですけれど。例えばその、もともと荒野行動で、まあ、伸びていた実況者が違うゲームに行きましたみたいな。で、荒野行動も完全に捨てていったら、大抵うまくいってないっしょ。なんでかっていうと、その人のメインはあくまで荒野行動なんですよね。で、荒野行動を見にその人行っていたんで、まあ、たまにそのプラスアルファで違うゲームの動画とか上げたら面白いですけれど、あくまでプラスアルファなんですよ。プラスアルファがメインになった瞬間、終わりです。違うゲームの動画出したいんだったら、違うチャンネルでやった方が効率いいっすもんね。なんでそんな感じですよ。どこでもそうっすよね。逆にまあ違うゲームに行って成功するパターンっていうのがまあいくつかあって、一つ目は完全に捨ててない場合ですね。まあ違うチャンネルだったりとか、まあ現チャンネルでそれを元々やっていたゲームの動画っていうのを違うゲームをしていてもまあちょいちょい上げるっていう人、まあこれがですね、まず成功するパターンかなっていう。もう一つはそもそも荒野行動のまあ動画を見ていた理由、見られていた理由っていうのが荒野行動をしているからではなくて、まあ、ゲーム関係なくその人のプレイが見たいから皆さんが見ていた場合、この二つのパターンの時っていうのはまあうまくいくっす。まあ、それ以外のパターンでうまくいくことはないですね。まあ、数字があるからといって、なんかその調子に乗ってね、やるっていうのは、まあなんか握手なんですよね。まあこういうこともそうですよね。数字があるからといって、どんな方法を使ってもいいってわけではないっていう。わかりやすいですよね。で、次ですね、コラボが来るっていうのに言うと、ねえ。28から孫悟空持ってきて、で、コラボが30日からっしょ。やばいよね。ガチャラッシュや、みたいな。どんだけ課金させたみたいなね。まあ、28、30で持ってくるところに、9月のその売り上げの厳しさってのを感じますよね。よっぽど厳しいんだろうな、9月の売り上げ。ねえ。だからこそなんでしょうね。セルランもめっちゃ下がりましたね、こういう行動。めちゃくちゃ下がったっていう。そんな感じになってるんで、28、29で、まあ、連発してきたっていう具合だと思います。弱いけどね。やっぱ可愛い女の子いないとな、正直、ちょっと思いますね。まあ、働く細胞のね、コラボレーションの方も、なんか復刻メインみたいな感じで、他のスキン出てないですからね。そこら辺見るとちょっとなんか薄いかもしれんなってのは思ってますね。